お帰りなさいませ。最後の話をしよう。儚く現実に破れる当たり前の恋の話を。さくらさん、今お時間よろしいでしょうか。少しばかり内密のお話が。ご主人様はあちらの椅子に座って皇帝の桜の葉でも数えていてくださいませ。葉桜ロマンティックみたいな。さて、お話というのは他でもありません、精神潜入の体験談でございます。さすがの私も自分の心というか体内を舞台に冒険されるというのはちょっと経験がないものでして。あれ、どのような感覚なんですか。もしかして痛い。痛いとしたらどんな、虫歯とか頭痛とかその類ですか。痛くはなかったです。ちょっとくすぐったいのかな。先輩が自分のどこにいるのかわかるのが不思議で新鮮ね。神経に自分以外の熱が走っていく感じであったかかったです。でも体の隅々まで見られている気がして恥ずかしさの方がいっぱいでした。ほほう、大胆ですね。でも、なんか楽しそうかも。その程度の露出、たまも的には OK ですし。ではでは、秘密のお話はここまでに。お待たせしました、ご主人様。では張り切っていきましょう。私はいつでも構いません。さあ、バッチコーイ。Thank you.
おやおや、
やばいかも。もう大ピンチ。
願い下げです。本気ですか？
Yeah.